月20日に発売になった新曲、カモメの海峡のカップリング曲として入っております。ぜひともこちらの方も応援よろしくお願いします。予算別遠かったっしょ、でも会場は真っ赤な太陽の下に気分む皆さん笑顔で大盛況でしたね。私の顔も日焼けで真っ赤ですよといただきました。日焼け本当に通りかっかったのでね、もう本当冷やすしかないですよね。でも本当にお暑い中皆さんありがとうございます。それから札幌北区カモメのアラさんも、冠おじさんとのトーク最高でした。会場大盛り上がりでしたね。冠おじさんのことが大好きになりましたといただきました。それから平井と翔さんも、初三別岬祭り星祭り、ファンの皆さんに素晴らしいプレゼント本当に嬉しいですとありがとうございます。本当に空を見上げてみてくださいね。さあ、そして、その次の日なんですけども、あ、違う、ん?その前の日ですね。一日戻りまして、今度はですね、お世話になってます、松原貴男さんの、公開録音の番組に、公開録音のイベントに出演をさせていただきました。東海ラジオ大感謝祭2016松原貴男の日曜も歌謡曲スペシャルアット大須夏祭りという少々長いタイトルなんですけども、かなりの暑い日で、もう本当に40度近い中ですね、もう汗だくになりながら皆さんたくさんの方がお集まりいただきました大須観音境内特設ステージ。こちらはですね、藤村まなみさんという方からです。おはがきで頂戴しました。公開録音行きました、また名古屋ぜひ来てくださいね、応援してますよといただきました。それからカモメのあおちゃんさん、大阪から応援に駆けつけてくださってカンカン照りでしたね、さすが森好みちゃん晴れ女といただきましたごめんなさい。それから野田のぼうさん、本当にあ、こちら違いますね。サマーライブの方へ応援駆けつけてくださったメンバーでした。大変失礼しました。それから豊橋の堀田さんも大須夏祭りどあつい中お疲れ様でしたと。ね、堀田さんも、堀田さんかな?堀田さんかな?お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さん日焼け大丈夫ですか?それから望郷ムーミン谷さんから大須観音境内で生好みさんに初めてお会いしましたよ。生好みがいるじゃないかということで、音符マークもつけてくださってなんてね、師匠細川隆さんの応援歌いきますの替え歌ですよなんていただいております。ありがとうございます。森好みちゃん浴衣着ててちょっと涼しそうでずるいぞといただきました。ごめんなさい。でも浴衣実はね激アツですから。松原貴男さんをはじめ本当にたくさんの皆さんとですね、お会いしましてお世話になってすごく楽しい一日を過ごさせてもらいました。その時にご一緒させていただきましたこの方の曲をお送りします。パクジュニョンさんの新曲羽田発、羽田発お届けしました。僕本当にこう日本に来てまだ4年半ぐらいじゃないですか。まだまだわからないんです。なので今回この機会で皆さんが大きくもう小さい頃から聴いてた歌を僕も、この度、この機会で僕も聴かせていただいて、そして勉強させていただきまして、少しでも皆さんにちょっと近づいたなと、思います。僕に合うと思った曲はですね、新沼謙治さんのヘッドライト。幸せのヘッドライト、
最初聞いた時は、合うかなとちょっと思ったんですけど、実際に歌ってみたら、あ、これいい曲だな、はい、で僕なりの、ジュニーバージョンで皆さん今日は聴いていただきたいなと思います。学校に対しての意気込みを教えてください。本当に僕、本当にもう小さい力なんですけど、まだまだなんですけど、僕ができる限りの応援、宣伝ができればと思ってですね、一生懸命これから世界の川口湖を皆さんに宣伝したいなと思います。川口湖の印象はどうですか？最初ですね、この歌を歌うことになって、マネージャーと二人で、行ったんです。二人きりで行って、すごく綺麗な自然、そのようにすごい綺麗な緑と水の青の美しさにすごくハマって、そこで遊覧船、川口湖を一周する遊覧船を乗りましたが、本当に綺麗でした。その風景がですね、富士山もちゃんと見えて、とても素敵なところでした。